皆さん、新年明けましておめでとうございます。淡井圭介です。本日、2024年1月1日、18時49分、新年の、ご挨拶、皆さん明けましておめでとうございますなんですが、本日16時10分頃に、石川県で震度、6強か6弱の地震が発生した後、その数分後もしくは10分後ぐらいに、震度7が発生しまして、震度7が発生した時にこちらの神戸市まで揺れましたので、震度7で、まず間違いないんじゃないかと、こちらまで揺れが、届くぐらいでしたから、YouTube だとか、今日ですかね、関西の、毎日放送、関東でいうと TBS 系列なんですけども、毎日放送さんの方の池上彰さんが出てる番組で、その向こうの収録してる時間軸はだいぶ前ですから、そちらの方に声を届けて、その正月1月1日に、石川県で震度7地震が発生していると。で、輪島市などその周辺、能登半島ですね、そちらの方で倒壊している家屋が、多数、出ていると、そういうふうなところで、その時間軸から、避難させることはできないかと、そういうことを、申し出ていました。この辺のことはもう以前からそういうふうなことは、政府、安倍政権の頃から、訴えていて、もしかしたら野田さんとかの頃かもしれないですね。東日本大震災に関しても未来からの時間軸で、仙台空港の方たち、職員の方に向かって、女性の職員だったと思うんですけども、津波が来るからすぐに、今外に避難した人たち、すぐ建物の中に、誘導してあげてと、誘導してくださいと。ですぐに食料とか、毛布とか分けあって、夜に備えてくださいと、そういうふうな内容を伝えていたんですよ。で、女性の職員は大きな声で返答していて、あの人からの声だっていうことで、対応してくれてるんですが、そういった経験から、その未来からの時間軸からの声かけで住民そのものを避難させることができないかと。池上彰さんは正式な公務員という立場ではないですから、どちらかというと理事ですから国寄りなんですけども、いつ撮影していて、その時間軸からその各都道、石川県の知事だとか、もしくは国会の方、内閣の方などに、打診をして、元旦、朝から、すぐに避難してくださいと、もしくはその前日とかから、そういうふうなことができたら一番いいんだろうなと私は思っています。だからこれ、今の現在の時刻は1月1日の19時前なんですけども、18時52分で、九州のね、熊本地震の時が最初の初日に震度6弱か強があったんですよ。で、その後にまた震度6がその翌日かその翌々日に発生してるんですね。だから、石川県の今回の場合だと、今のところその震度6弱か強が1回発生したその10分後ぐらいに震度7が発生しますんで、この後どうなってるかまだ僕の今のこの時間軸じゃ分かんないですよ。だから僕も冷静に未来からのその音声というか、避難の呼びかけをするにしても、もうちょっと時間を置いてから呼びかけた方がいいのかもしれないですよね。いや、その1日目が終わった後に自宅に戻ってまた大きな来て、家屋が倒壊したとかなったら大変じゃないですか。その命を損なう危険だったるし、大きなするかもしれませんし、ね、だから、家から先にそのお金とか着るものとか、布団とか持ち出せるんだったら持ち出しておきたいでしょうし、大事なものとか、
だから、そういうふうな対応、だから当日じゃなくて、やっぱり数日、まあ、年末の間からできていたら、ずいぶん違っていたと思うんですけども、まあ、そういうふうなこと、安倍政権の時から、まあ、間違いなく僕は打診してるんですよね。まあ、安倍さん自体が知り合いでしたし。まあ、菅さんの時もそういうことを言ったりとかもしてましたし、まあ、今の岸田さんもそうなんですけども。だから、その未来から聞こえてくる声に関して、これはテレビに出てる人たちとかだったら、これは慣れてる人たち結構いらっしゃるんですよ、昔から。例えば、TM ネットワークっていうグループ、小室ファミリーと呼ばれていた、方たちがいらっしゃったんですが、小室哲哉さん自体がもともと TM ネットワークというバンドだったんです。で、その頃に発表されてた Get Wild という曲があるんですけども、その頃僕小学生だったんですけども、その後の時間軸の私からの声を、多分パソコン買ってからだと思うんですけども、だから2008年ぐらい、もしかしたら僕は20歳ぐらいの頃に一度パソコン購入してるんですけども、その頃かもしれないですね。だから、まあ、それぐらいの頃から、未来から淡井圭介というものの声が聞こえてきてるっていうことは、まあ、テレビ局の出演者、まあ、スポーツ業界とか含めて、まあ、慣れてる人たちが多いんですよね。ただ、継続してそういう経験してたり、普段からそういう会話してなかったら、やっぱり忘れてしまうと思うんですよね。だから、まあ、そのようなところで、結局未来からの時間軸から声が聞こえてくるとしたら、その最大の利点は、災害を回避できること。これだと思うんですよ。スーパーコンピューター、ケイヤ富岳も防災用としてあって、放送法というものは、そもそも放送法の、第何条か忘れましたけども、防災に関する、呼びかけをしなければならないと、こういうふうになってるんですよ。で、一応そのスーパーコンピューターとか電波を通して未来の時間軸から人に、声を、伝えているのであって、まあ、稼働の仕方を見ると、まあ、法律が軸になってると。その辺のところをうまく立ち回れたらなとは思ってるんですよ。だから、まあ、もう少し前の時間軸の人たちに、まあ、何か YouTube とかで映像あったら、まあ、岸田さんとか慣れてますから、国会議員の方たちは。ああ、彼かと、彼からの声かということで慣れてますんで。あと、テレビ出演者で、まあ、池上彰さんとか、報道ステーションとワールドビジネスサテライト、ニュースウオッチ9の人たちは慣れてるんですよ。もともと報道ステーションにいた小川アナウンサーも慣れてるのは慣れてるんですけども、これ、各テレビ出演者によって、今まで僕とテレビを通して会話してきた人間とそうじゃない人間で、明らかにね、その、慣れてる慣れてないがあるんですよ。アナウンサーだったらみんなわかるとか、そういうことじゃないんですよ。唐突にその僕の言ってる内容とか受け止めきれないっていう人はそこそこいらっしゃいますんで、返答するっていうことができない。これ能力高くないと返答できないんですよ。いろんな意味で。だから、まあ、いろんな業界の方たちへ、まあ、その新年のご挨拶ということなんですけども、まあ、その辺のところで、まあ、皆さん、せっかく有名になられたわけですし、まあ、スポーツ選手だとか、音楽業界の方たちとか、なんかそういうふうなところを、まあ、率先して、自分たちでも伝えていけたらなというような形で、行動していただけたらなと思います。これは合法ですので、まあ、それはもちろん、命を救うことにもつながりますから、それはもう、褒められることであって。まあ、天皇陛下にもお伝えはしてるんですけども、YouTube の動画で、まあ、1月1日には伝えれてるんですけども、即座、それだったらどう考えても即座に対応できないでしょう。公共で集まられているところでお伝えしてるんですけども、それと、他の動画でもお伝えはしてるんですけども、12月の23日ぐらいの動画があったと思うんですけども、それで伝えたつもりなんですけど、もしかしたらそれ1月1日かもしれませんし、ちょっとね、取り組んでることが多すぎて、ちょっと一回自分の中で整理整頓してみますね、状況。
まあまあ、皆さんにはそういう部分も含めて、ご協力していただけたらなと思ってます。以上です。今年も、皆さん、まあ、元旦早々、いきなり、大きな、災害発生してしまって、まあ、いきなり山場ですけども、まあ、しっかりと、乗り越えて、まあ、被災地の方たちの、力になってあげれるような行動していただけたらなと思います。もし、まあ、僕もお金がないんで、政府からね、被災地の復興とかで、まあ、人員を募集するような仕事とかあるんであればね、参加したいなと思ってます。まあ、手持ちのお金がないんで、実費で、どっか近隣のところで宿泊しながら、その被災地に入っての活動っていうのはちょっとできませんので、やっぱり仕事じゃないと多分もうみんな無理でしょうね、ほとんどの世の中9割以上の人は。だから、やっぱり現場でマンパワーがどうしても必要になってくると思うんですね。だからその辺のところで、まあ、家屋の解体だとか、そういうようなところで、まあ、建築屋さんじゃないと難しいとは思うんですけども、仮設住宅の設置だとか、まあ、そういったところに、ね、一回ね、ワールドビジネスサテライトでも放送されてたんですけども、現地の学生でも組み立てられるような仮設住宅。まあ、法的にその建築士ではない人間が組み立てていいのかちょっと僕の方でも分からないんですけども、まあ、そういった仮設住宅もあるみたいなんで分からないですよ。台所がどうこうとか、どれぐらいそのガスとか水道とかしっかり使えるものなのか、その他国への寄付として送られていたもので、まあ、現地の人たちが、使用されていたんですけども、もし日本だからちゃんとした、仮設住宅を作るとか、まあそういうような方向で政府は舵を切るかもしれませんし、またそういうような時に何か呼びかけ等があれば参加しようかなと思っています。以上ですね。皆さんご対応ご協力のほどよろしくお願いいたします。今年も、1年、皆さん、よろしくお願いいたします。以上です。